はい、えー、皆さんこんにちは。歴戦日講師のうんどです。 それではです、ね、本日は令和2年の司法書士試験延期を受けましてこのおいわゆる直前期がです、ね、またやってきたような今状態ということで皆さん、一生懸命勉強されていらっしゃると思うんですが直前講座、この延期の影響で,です、ね、例年よりも直前講座の数が増えましたそして、講座自分は何か取った方がいいのかないしはこの講座のこの講座は一体どこが違うのかというようなお問い合わせが増えてきたこともありまして 特に私が担当する講座に限らせていただきますがどういった方にどういった直前講座がおすすめなのかということをです、ね、ちょっと簡単にご紹介をさせていただこうと思います。私の直前講座のラインナップ一応今移していきますとこの「運の式直近5年過去問制覇講座」と「記述の予想論点最終チェック講座」そして「マイナー科目これだけ聞いて点を取ろう」。 そうしましまて続いて一問一答で「確認改正民法再建法セレクト」そして「直前択一過去問絞り込み口座」というラインナップが上がっております。でこの中でもちろんね絶対これを取りなさいという言い方はいたしませんけれどももしあのこの講座とこの講座そもそも何が違うのというようなことを思ってらっしゃる方がいらっしゃるとまあ こちらとしてもこれだけ数がありますからね。あの皆さんこう迷わせてしまって申し訳ないなということもありまして、え簡単にご紹介をさせていただきます。まずですね、えー、過去問系から参ります。え過去問の絞り込み講座、えー、直前卓一過去問絞り込み講座。えー、こちらはあのもうかれこれ10年以上も実施して非常に多くの合格者えー、輩出している例年の講座ですから、こちらはよくご存知の方も多いと思います。えー、民法の問題を、えー、冊子を今ちょっと持ってきたんですが、これはレ レジュメでもって、えー、いわゆる過去問を両問をですね絞り込んでで、えー、合格ゾーンですけれども再編集し直したものですですからレジュメがそのまま過去問題集になっていてとにかくこの絞り込んで私が選出、えー、ピックアップをしたもん過去問を、えー、とにかくまあ回していけばいいね、えー、その回し方のいわゆるスケジュールなんかもお話をいたしますどういうふうな形で回していくのかね、えー、スケジュールに スケジュールについてもですね、まあ、これ実際に皆さんにお渡ししているものなんですけれども今この試験日程変更を受けまして9月27日例えば4週で1回3週で1回3週で1回そしてラスト本試験直前期で2週で1回などというような形で具体的な回し方のスケジュールもアドバイスしながらこの合格ゾーン再編集した過去問題絞り込みの過去問題集これをとにかくぐるぐる最低3回回しましょうというねそういうコンセプトの講座と となっております全、えー、10回の講義もついていますが講義は過去問自体の解説講義ではありません過去問の解説ではなくこの過去問を題材にここまで横断して広げて、えー、いけばねこう隙間がなくなるよ抜け漏れがなくなるよというね過去問というのはあくまでも、えー、そこ取り上げた部分についての知識の確認はできますが例えば原則と例外があって原則を聞いていた場合には「えー 当然テキストには例外まで載っているだけども今回の問題は原則しか聞いてないというような場合にはその過去問を題材に例外までやっぱり知識を広げていいきたいんでですよねでもそれをね全部の足でやってしまうと一つの問題からどん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 広げてしまって手を広げてしまって収集がつかなくなってしまう。ですからこの問題から論点を広げていいのはここまでだよとかね。 この問題をきっかけにこういう横断整理に目を向けなきゃいけないんだよとかこの問題から派生論点はここまで膨らませましょうというような形で問題をきっかけに知識を再確認並びに横断整理していくそれがこの絞り込み講座の講義の特徴ということになりますですから過去問自体の解説講義はしません過去問をきっかけに知識を横断し整理しそして広げるんだったらここまで広げていくのがベストだっていうことを提案していく問題いうことになり わけですでそれに対してですねもう1つ、この雲の式直近5年過去問制覇講座といいますのはこちらはそもそも過去問をきちっと解いたことないんだけどという受験生の方のための講座なんです。そもそももきちっとと過去問を解いていないてなね えー、回すって言われたって回すも何も初めてなんだけどという方には実際にスピーディーに回していくということは難しいわけです過去問自体を解くのがなかなかあ至難の技だ、ね、難儀しているというような方のためにじゃあ過去問をすべて、えー、全部の足を、えー、解説しましょうと。 本当にやりましたよ。五年分の過去問、えーすべての足について全足解説しました。ですので、えー三十五問を四時間かけてえ実際に講義をいたしました。六十分で十問、でもう六十分で十問、で九十分で十五問約四時間、休憩挟みまして四時間の講義となっています。でその中でですね、えーどの足を軸にして消去法を使って。 いわゆる解いていけばいいのかっていう軸足はこの足だというね、あの指摘もすべての問題についてしましたし。軸足があれば。 捨て足もありますですからこの足は知らなくていい解説すらもせず復習もしなくていいというふうな足もやはり指摘していますで場合によっては五、まあ、年分の中で二問三問ほどあったんですけど捨て問つまりこの問題はもう一切やらなくていいという捨て問についても二三問指示をしました指示というのはあのこれが捨て問だから復習の際にもやらなくていいという言い方をしていますですので、えー、そもそも過去問をしっかりと解いたことない方ね えー、絞り込みを取るのはちょっと躊躇される絞り込みは約10年に絞り込んでいますからそれよりももうちょっと分量を少なくでなおかつ過去問をしっかり解いたことがないので自分1人で解けるのかそもそも不安だという方この,このサイズもうねこれ人殺せるんじゃないかというぐらいのサイズなんですけどこの合格ゾーンこれを使いまして。 この5年分の合格ゾーンを私、これ本当に全ページ、まあ、記述式が入ってますから記述式のページはあの、えー、もちろん解説しませんでしたけど択一全ページについてもう予習して知るかと思いましたもう予習が大変でも予習してで解説講義4時間取ってとっていうのをこの間、取り終わりましたのででもすごく自信があ,のある講座になりました。えー 毎回毎回予習とですね4時間の講義するのに予習が8時間ぐらいかかったんですけどそれを毎回10回分やりまして、まあ、終わりきった収録し終わりましたんですごく充実しておりますで皆さんに自信持ってはお勧めできる講座になってますからあの過去問をそもそもねちゃんと一通り解いたことがないんだけど過去問自分一人で解説見てもよくわかんない、ね、誰かの解説講義付きで過去問を解いていきたいという方におすすめです。でちなみみに絞り込みとこの5年過去問正覇講座を両方 を取ることは想定されておりませんので、まあ、どちらかという形になります、えー。レベルが高いのは絞り込み講座の方、えそして、まあ、レベルが低いという方はおかしいんですが、まあ、そもそもまだ十分に過去問自体を解いたこともないという方には、え五、ー、年過去問制覇講座がおすすめということになります。さあそれでは続いて山手系なんですが、山手系としましてはまず記述の山手、えこれが記述の予想論点最終チェック講座になります。えー、こちらは不動産登記法は根本さんが、え商業投 のののはは私がそれぞれぞ担当いたたしますレジュメを作ったのは記述の鬼の赤松講師のいやらしいあのレジュメ冊子を用いてうわすごい問題出してきてるなと思いながらもうなるね両門が多く、えー、まあ小ぶりの証文形式になっているんですが証文で今年出そうな論点をとにかくねご紹介をしながら論点を潰していくとでも記述について笑おうもつかみたいなんて方には、ね、非常におすすめだと思います。これは あの梅田駅前本校の方では赤松講師が自分で講義をしていくことになります、えー、そしてですねあのこの記述の予想論点最終チェック講座、えー、不動産登記法、えー、商業登記法はこの延期発表を受けまして、えー、取り直しますのですで、まあ、に収録したものと内容は同じなんですけれども最新の収録もしていくことは一応申し上げておきます。で 次にマイナー科目のみの山手がマイナー科目これだけ聞いて点を取ろうという講座ですこれも毎年やっておりましてマイナー科目のまさに前1回の山手まあよく当たります自分で言うのもなんですが本当に怖いぐらいえー、私があうわって思うぐらい当たるねあのということは毎年ご好評いただいてます去年はあの独立行政委員会の推論問題が当たりまして皆さんに喜んでいただいたのが記憶に新しいということなんですがまああの今年もまあ 一生懸命予想していきますのであのど,うどうぞご検討いただければと思いますで根本さんもですね出題予想論点最終チェック講座という根本さんも択一の山手をやります彼のは全2回ですが彼はあの全2回で全科目の択一の山手をいたしますですので私はマイナー科目だけで全1回ということこちら違いはそこにございますで,ですからマイナー科目だけに 限ると私の山手と根元さんの山手が被ってくるということなんですがそこはまあ根元派運の派で受験生分かれてますから皆さんご自分でお決めいただいて検討をお願いしたいなと思いますさあそして改正法に関しては一問一答で確認民法改正民法債権法セレクトこちらはの 私のクラスでオリジナルで使っております、えー、セルフレクチャーというですね一問一答形式の復習用教材そこの再建法改正部分だけをピックアップして、えー、全1回ということなんですけれども非常にあの改正論点ギュッと解説しましたので手っ取り早く改正論点だけを確認したいという方にはおすすめとなっております。 さあそしてあとはこれは別にプロモーションビデオを撮りましたのでご覧になっている方も多いと思うんですがもう一つ追加となって発表された講座が追加となって発表された講座こっちですねマスト論点選抜集中マスター講座という講座になりますでこちらはあのとにかくインプットで総まとめしたいと アウトプットではなくインプット主要科目のインプット超重要論点を総ざらいかつ効率よくまんべんなく確認したいという方のために全10回でもってですねあの実践力パワーアップ講座の教材を使って、えー、まさにマスト論点ね本当に重要超重要論点を総ざらいしていくというような講座になっていますすんごい忙しい講座であの民法5回でですね総ざらいするんですからまあ、スピードもかなりのものになるんですけれども当初の予定編 変更になりまして、会社法等法も含めて8月29日に配信がすべて完了するように、本試験の1ヶ月前にもう皆さんに聞いていただけるように日程も早めております。日程早まりましたので、本試験の1ヶ月前には全科目聞いていただけるような形で、それだけ自分の首を私が締めているんですが、頑張って収録をさせていただきます。これについては別にプロモーションビデオがありますので、あのプロモ画像をですね、えー、見つけてあのご覧になっていただければと思います。 以上あの私が担当する直前講座についてざっとお話をいたしました、えー、直前講座としては先ほど言った、えー、過去問だったら運の式直近5年過去問制覇講座か直前択一過去問絞り込み講座でマイナー、えー、山手てでしたらマイナー科目これだけ聞いて点を取ろう記述の山あては記述の予想論点最終チェック講座そして、債、え、権、ー、法改正をざっと総ざらいしたいというのであれば一問一答で確認改正民法債権法セレクト。あの 隙なく抜かりなくいろんなラインナップを揃えておりますので自信を持って皆さん方にご提供をさせていただきますもちろん絶対取りと言ってるわけではないんですが皆さんのね合格のためにお役立ていただけるようにですねこちらも本当に一生懸命頑張って収録をしましたので、えー、自信を持ってお勧めをいたしますそれではあの直前期の私の講座の、えー、まあ、オプション講座のご説明簡単ではありますけれども以上とさせていただきます皆さんご清聴どうもありがとうございました